ポルノグラフィティ今宵、月が見えずとも、今宵、月が見えずともは、日本のバンドポルノグラフィティの27作目のシングル。2008年12月10日に SME レコーズから発売された。2008年第5弾シングルで、1年間でシングルを5作リリース、したのは2003年以来5年ぶり2度目となる。自身初のカップリング曲のないシングルである。映画主題歌のタイアップは、 同年にリリースされたあなたがここにいたらギフトに続き3度目でアニメのタイアップはワインディングロード以来通算4度目となる。また一つの曲に複数のタイアップがつくのはサウダージ以来である。ギフトラブ2です2に続いて初回限定版と通常版が発売された。初回限定版はスペシャルブックレットオリジナルピックブリーチ オリジナルワイドキャップステッカー、ブリーチオリジナル1マモルルキア両面カレンダーが封入されている。また、初回版、通常版ともに、初回特典として、ポルノグラフィティブリーチ特製カバー付けヘ PSP が当たる応募はがきが封入された。初動売り上げのみで同年リリースのシングル、痛い立ち位置、ギフト、ラブ、トゥーです、トゥーの3作それぞれの累計売り上げを上回り、 2週目で、あなたがここにいたらの累計売り上げを上回って2008年リリースのシングル5作の中で、初動、累計ともに最高の売り上げを記録した作品となった。累計売り上げが10万枚を突破したのは、リンク以来5作ぶり。2週連続トップ3入りは、ハネウマライダー以来7作ぶりである。また、3年ぶりにオリコン年間シングルランキングトップ50入りを果たした。 2012年1月25日、ソニーミュージックにより、YouTube にポルノグラフィティの公式チャンネルが開設され、今宵、月が見えずともの、ビデオクリップが公開された。今宵、月が見えずとも、4時16分今宵、月が見えずとも、4時14分。ありがとうございます。